これからのひととき、めぐろ FM があなたにお送りする絵本を読んで心をほぐす読みほぐ。今日の皆様への読みほぐしは私、鈴木みのりです。母を訪ねて三千里。まだ飛行機や特急列車がない昔のこと、イタリアのジェノバという町に、それは貧しい家族が暮らしていました。お母さんは船で1ヶ月もかかる遠いアルゼンチンの洋品店に出稼ぎに行ってしまいました。お母さんからは3ヶ月ごとにお金が送られてきましたが、1年経った頃から頼りが途絶えてしまいました。ある日、マルコはお父さんに頼みました。お父さん、僕をアルゼンチンへやってください。お母さんを訪ねてきますから。お父さんは黙って首を横に振りました。まだマルコは11歳です。海を渡って外国になんて行けるはずもありません。しかしマルコは毎日お父さんを説得し続け、やがてお父さんはマルコを行かせることにしました。お父さんはなんとかアルゼンチン行きの船の三等切符を買い、マルコに持たせました。お父さんは涙を流してマルコに言いました。お前のようないい子を神様はきっと守ってくださる。勇気を出していくんだ。どんな辛いことがあっても。慣れない船旅、一人ぼっちの心細さ、そしてお母さんのことが心配で暗い表情のマルコを一人の老人客が気にかけてくれました。おかげでマルコは少し気が休まるようになり、親切な老人に感謝して毎日を過ごしました。そして一月が経ち、ようやく船はアルゼンチンに到着しました。いろんな人に道を尋ね、やっと町に着きました。この町にお母さんが働いている洋品店があるのです。しかし着いてみると、そこは洋品店ではありませんでした。あの、ここは洋品店ではありませんか？とマルコが尋ねると、店の人は言いました。洋品店の人たちはここから何百マイルもあるコルドバという町に引っ越していったよ。マルコは目の前が真っ暗になりました。知らない国で何百マイルもの長旅をするなんて、まだ子供のマルコには無理に決まっています。心が折れそうになったマルコですが、お父さんの言葉を思い出しました。ああ、そうだ、お父さんはどんなに辛くても勇気を出せとおっしゃった。僕はコルドバに行ってお母さんに会うんだ。お金のないマルコは何日も何日もひたすら歩いてコルドバを目指しました。疲れて動けなくなったマルコが道端に座り込んで、どのくらい経ったのでしょう。驚く声が聞こえました。これはどうしたことだ。お前はマルコじゃないか。それはイタリアからの船の中で親切にしてくれた老人でした。老人はマルコから話を聞くと、町にある大きな居酒屋に連れて行きました。店では大勢の人がお酒を飲み、楽しそうに騒いでいました。ここはイタリアからの移民たちが来るお店だったのです。老人はみんなに向かって叫びました。皆さん、ここにかわいそうなイタリアの子供がいます。ジェノバから母親を探して、たった一人で来たのです。コルドバへ行くのですが、お金を一銭も持っていないのです。誰か
助けてやってはくれませんか。人々は静まり返りました。みんなもその日暮らしの貧しい生活だったのです。すると一人がテーブルを叩いて立ち上がりました。おい、俺たちはこの立派な子供を助けてやらねばならんぞ。一人で来たのか。なんて勇敢な子だ。本当に偉いぞ。さすが我らが祖国イタリアの子だ。大人たちはなけなしのお金をマルコのために寄付しました。コルドバ行きの切符が買えるお金が集まりました。マルコは嬉しくてありがたくて、ポロポロと大粒の涙を流しました。翌朝、マルコはコルドバ行きの汽車に乗りました。汽車は何日も走り続け、ようやくコルドバに到着しました。マルコは教えられた家を見つけ出して、震える手でベルを鳴らしました。僕のお母さんはここにいますか。前にここにいた人たちは遥か遠くへ引っ越しましたよ。なんということでしょう。マルコの旅はまだ終わらないのでした。酒場でもらったお金も尽きてしまったマルコは、荷物を積む代わりに馬車に乗せてもらう仕事を見つけ、朝から晩まで自分よりも重たい荷を運び働きました。気性の荒い親方は仕事が遅いと言ってマルコを蹴ったり食事を与えなかったりしました。マルコの靴は破れ、可愛い小さな手足は血豆だらけです。昼は硬いパンをかじり、夜は木の下で眠り、それでもマルコは旅を続けました。その頃、マルコのお母さんはすっかり痩せ細りベッドにいました。お母さんは重たい病気にかかってしまい、ずっと寝込んでいたのでした。お母さんは毎日ベッドで涙を流していました。おお、マルコ、私がお金を送れないからお腹を減らしているだろう。こんな遠い国で死んでいくお母さんを許しておくれ。お医者様は、気を強く持ちなさい、でないと病気も治りませんよと励ますのですが、お母さんはすっかり諦めてしまっていたのです。そんなある日のことです。お母さんのところにお医者様が来て微笑みました。驚いてはいけないよ。最高の薬が届きましたよ。お母さんはびっくりしてはっと叫び声を上げました。ボロボロでホコリだらけの服、痩せた方をしていますが、お医者様の後ろにいるのは愛しいマルコです。お母さんは痩せた細い手を伸ばしてマルコを抱きしめ、どうしてここへ来たの。本当にお前かい。本当にマルコだね。ああ、本当に叫びました。お母さんはすぐにお医者様の方を向いて言いました。この子を置いて死ぬことはできません。どうぞお医者様、お願いします。私の病気を治してくださいませ。それからのお母さんはすっかり生きる気力を取り戻し、どんどん良くなりました。マルコがお医者様にお礼を言うと、お医者様はマルコの手を取ってこう言いました。お母さんを助けたのは私ではありません。君の勇気こそがお母さんの命を救ったのだよ。
お送りしましたこの物語が大切な物語としてあなたの心に溶け込んでいきますように。目黒 FM がお送りした絵本を読んで心をほぐす読みほぐ、今日の皆様への読みほぐしは私、鈴木みのりでした。